シャトです。今回ですね、これ見ていただけたらってところあるんですけど、はい、今ですね、工事をやらせていただいて最中でして、前からね、動画の方でお伝えしてるんですけど、3月21日の方から、このね、そこの方をオープンしていくための、ね、工事を今しててってことをしてまして、たびたびね、ちょっとお問い合わせとかいただくんですけど、この状況なんで、ちょっとやっと1ヶ月ぐらい待ってほしいなというところもございまして、実際にこのヘラクレス大兜の、ね、専門のショップってところをやっていくにあたってちょっとそれをね作っていくまでの工程みたいなところをですねちょっと動画の方でお届けしていくことをやっていきたいかなっていうのを今思ってたりはするので、まあ、ある種よくあるドキュメンタリーみたいなそうですね、うん、形でこれ歌舞伎なんですけどねはい歌舞伎ですっていうところをねちょっとねやっていけたらいいかなっていうところで今普通にショップっていうのをね自分で立ち上げたいなと思ってもなかなか難しいこと多いと思うんですよ。なんていうかコストがかかるとかスペースがかかるとか日中なんか仕事をしているとかでなかなかそれができないなって方も多いと思うので、はい、それを実際にやっていくことをもし自分がやってらってことを想像しながらですねちょっと見ていただけたらいいかなっていうのをですねその3月21日までに向けて約1ヶ月ぐらいですねちょっとそれに向けての動画っていうのを今からお届けしていく様子っていうのをねちょっとお届けしたいなと思っております。ちょっとカブトムシクワガタ出てくる方ちょっと減るかもしれないんですけどそういったね過程をちょっと楽しんでいただけたらいいかなと思っております。まあもう今来たらもうびっくりで僕ちょっとね1週間ぐらいちょっと病で休んでましてまあ今ちょっと流行りのやつでねちょっと休んでたんですけどまあ今ちょっと今日来たらもうかなりちょっとねもう足場組まれてて工事進んでてちょっとびっくりしてるんですけどまあこの状況でね今から1ヶ月ぐらいですか、うん、やっていくと思うんで、うんうんうん、まあその様子をお届けしたいなってことがありまして、はい、でちょっとさっきみんなで話してたんですけど、はい、でちょっとこれ服装をちょっとなんかちゃんとする方がいいんじゃないかとその作業していく様子をお届けしていく動画にはなるので、うん、その作業着みたいな形になる方がいいんじゃないかっていう話があったので普通のスウェットとかでデニムとか着てるんでふさわしくないと、まあ、僕汚れたくないんで汚れてもいい格好したいなっていうのはあるんですけどね、はい、っていうねその様子っていうのでまず届けていきなくてね今ガーガー鳴ってますけどっていうところちょっとねお届けしたいなと思ってますんでじゃあ行きましょう。今ですねつなぎを買おうってことで結果的にワークマンに行こうって話になったんですよ。そうですね。でこのワークマンに向かっている最中でさっきちょっと言ってたことの話もしたいなと思っててですね、はい、専用のポロシャツを作ろうかって話を言ってたんですよね。そうですね。いやなんかねいやロゴとかあるんやったらやっぱりその専用のポロシャツみたいなの作った方がみんなにも分かりやすいし、うん、なんかこっちもちょっとやる気湧くじゃないですかユニフォームって。ああね、そういう意味でユニフォーム、ね、ユニフォームだからまずこう形から入りたいタイプなんで道具とかから揃えて道具とかからまず揃えてからやりたいタイプなんで、うん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 、だからもうユニフォームっていうかまあロゴ付きのポロシャツなのパーカーなのを作ってちょっとモチベーション上げようかなっていう部分はありますね。うん、あでまあポロシャツとかはまあネットとかでも買えたりとかね、今そうそう印刷してくれたりとかあるから、うんうん、でこのホームページを作るときに、うん、知り合いのデザイナーさんの方に風水ロゴっていうのを作ってもらったんですよ。はいはい。なんで自分の生年月日とかそういうのを合わせた上で、うん、その風水的なところをまあ見た上でのもの、あそんなんあるんですか。そうそうそうっていうのをちょっと作ってもらったりできたんで、うん、でそれをまあ表なり、まあ、バックプリントとか横とかなりでちょっとつけていくってことをやるのはいいのかもしれないですね。そうですね。まあちょっとファンになってくれたらね販売もしますよっていうかなんかね別に変えても言ってないですしかっこいいなと思ったら全然やってくれたら、やってく欲しいって言ってくれたらまあ僕らも作るんで、うん、っていうところをねちょっとできたらいいかなって話をね今ちょうど走りながらそれを言ってたんですけどね、まあ、ただ単に僕らのモチベーション上げたいっていうだけで T シャツを作ろうかっていう話だけなんで、うん、まあポロシャツみたいなねポロシャツとかね、だからインセクトディスカバリーとかああいうイベントとかでも結構皆さんなんかお揃いの T シャツとかなんかあんな結構着てたりするんですよ。うん、やっぱそういうのでちょっと、ね、気づいてもらえたらなっていう部分もあるんで、あ覚えてもらえたらなんていうかね、だテントを立つ時とかでも、まあ、その服装とかで整う方がやりやすいはやりやすいですよね。僕ら従業員だよって分かりますしってとこもあって、
さっきね言ってたんですよね、謎のシャツとかでやんのどうな、うん、みたいな話があって、いやだからなんか急に変なおじさん来たでみたいな何こいつ店員なんお客さんなんわからんっていう状態よりはね、うん、やっぱこうヘラクレスの森の人なんやっていうのが分かればいいかなっていうのは、うんうん、そうですね。なのでちょっとこの1ヶ月ぐらいの中でポロシャツっていうのをじゃあ作りましょう。そうですね、うん、僕あんまデザイン能力ないんでそのデザインのベースがあるから、まあ、それで作ろうかなって感じですけど、うん、まあちょっとね今からちょっといろいろ考えながら、うん、そういうグッズ系も作っていけたら、うんうん、まあ別グッズってね販売するわけじゃないですけど、うん、まあ、延長線みたいな延長線上、ね、そうそうそう、僕らのモチベーション上げるっていう部分でも大事なんで、うん、そうそうっていうところをねちょっとねやっていくとこをねやりたいと思います。はい、ではですね、じゃあねワークマンの方にちょっと来まして、多分店内の方は撮影はできないと思うんで、まあ、外側で買ってきたよっていうのをちょっと後でね何買ったかってことを見せながらねお話できればいいかなっていうふうに思っておりますんで、じゃあ早速ねワークマンの方行ってみたいと思います。はい、今ねワークマンで買い物行ってきてですね、つなぎをまあ買ったってことができたんですけど、ちょっとまた別の事件が起きましてですね、今その歌舞伎地が気づいてくれたんですけど、タイヤが片方なんかへこんでないという話にちょっと今なりまして、はい、えっていう話で、いやそんなことないんちゃうみたいなことで見たらなんか釘刺さっとったんですよね。そうですね、いや明らかになんかいやこっちだけ空気抜けてるんかなと思って見たら反対側は普通に空気空いてて、よく見たらなんかまっすぐズボッと刺さってたんで、あこれ完全に空気抜けてんなと思って、いやこれ気づかんかったらマジで危なかったっすよね。なんか車動かんとかなって弱呼ばなあかんとか、なんか発注で来なあかんとかだと一応しんどいじゃないですか、うん、なんか今ギリ走れてるっていう、そうですね、まあ、なんとかなんとか耐え散るに近いような自分の足で行ける状態、そう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 ってことがあるなってことを言ってて、まあ、そんなこと起こると全く思ってないから、まあ、ちょっと前から刺さってたかもしれない、うん、今刺さったんかどうか分かれへん、ちょっと今ねあの家の周りうちだけじゃなくて真向かいも同タイミングでまさかの家解体始まったんですよ、うん、っていうのがあって、なんか向かいは解体してるし、でうち自身もなんか作業してるしとかなんで工事ばっかりの状態なんで、うん、そんなんが今起きてしまってるんかもしれないなってことありますよね。そうですね、うーん、まさかの状態、いやーこれ時間ロスもそうですし無駄なね費用もね出費もかさむっていう、うん、まあ、なんかね、うん、誰にもすがれないっていうのはすがれないですからねそうですね、なんかちょっと悲しいけど、まあ、そんなこともあるんやなってことで受け入れていくしかないような状況に今ちょっと陥りつつあるので、まあ、なんか読んで出張費かかるとかよりはまだ良かったんじゃない。そうそうそう、早めに気づいたからっていうことが多分あって、ね、さっき言ってたいつ触ってたか分かったか分からんので、そんな道路に釘落ちてるなんか概念あんま考えたことないんですけど、まあ、そういうこともあるっていうことですよね。そうですね、普通に走ってるけど、だからそこに対してまだ違和感ないんですよ。なんか片方だけめっちゃへこんでるなってとこはまだないんで、うん、あバーストしてるわけじゃないんで、うん、ここはまだ大丈夫、抜け出してる状態、空気がね、そう、やっぱペシャンコになったらさすがにガーンってなったりとかする、うん、車のパンクってあんまもう経験ないですもんね。最近のタイヤが強いからなんかなんかどっちか分からんすけど、僕一回でも運転しててバーストしたことあるんですよ。え、タイヤがタイヤが破裂して回転するの、あれ、いや、めくれるんですよ。めくれる、ホイールが減ってきたら、いや、タイヤ自体がめくれるんですよすり減ってきて、僕だから友達の車運転してて、はい、なんか左の後ろかなんかおかしいんちゃうって思って、はい、これなんかおかしないって言ったら、なんか友達全然いや普通やでとか言って、いやいやこれ絶対おかしいって言ってて、ちょっともうやばいって言ってて、よかったら止めてみたらもうタイヤバースト仕掛けとって火花知るやつじゃん。いやもうだから空気抜け出しとって、うん、で左がちょっと下がってる気がしたから、はいはいはい、それで やったらもうやっぱりもうバーストしてて、はいはい、よくよく見たら右側ももうやばくて、はい、替え時やったっちゃ替え時やったっちゃ、しかもなんかね変にちょっとハの字になってるタイヤで、内側が鳴ってたから外面は普通に見えてたから、うん、逆に気づかんかったっていうのは、うん、
怖かった。あれ、それこそ JAF 呼びましたよ。無理やったら。そうですよね。だからまあ、移動できひんくなるって、結構あの、私たち結構地方に住んでるので、結構それ、車なくなると結構致命的なんですよね。買い物行くとき、今それこそワークマン行ってたんですけど、それ行くときとかでも、車ないと絶対無理だしとかね、そういうことでやっぱなっちゃうんで、そうですね、これ見てもらっても坂別班は走ってたりとかするんで、平地でね、チャリンコで行けるとか行ったらいいんですけど、そんなこともないところにあるというところも含めたらちょっと大変だなっていうね。ワークマンつなぎ買いに行ったんですけど、つなぎ以上の出費が今かさむことが決定したっていうのがちょっとまあ悲しいなという。そうですね。まあなんでちょっとユニフォームってこと自体は買ったんで、それをちょっと後で切り替えた形のものをねお届けしようと思って、ちょっと今小話みたいなところでした。では飛びましょう。せーの、よいしょ。よいしょ。今ですね、ワークマンに行ってきてですね、こういった形で、まあ、今日で揃ってつなぎを買ったわけですよ、はい、形でもう形から入るタイプだって話だったの で、歌舞伎町はもう前の仕事が外の現場仕事をやってたんで5年ぐらいですかね。そうですね、着慣れた服ですね。作業着ってこと、僕人生で初めてつなぎ着るんですけど、はい、っていう状態でね、取り掛かっていくっていうことをね、今からちょっとやっていくのをね、お届けしたいなというふうに思ってもおります。手袋とかもね、ちゃんと買ってってところで、前までね、使ってた赤の手袋あったんですけど、まあ、あれも結構年季入ってきとったんで、今回作業するにあたってってところで手袋も新調しってたところで、ほんま形から、ね、ちょっとしかもええやつ買いましたからね。しかも僕あの迷彩好きなの、もともとそういう組織みたいなわけわからないだから、そういった形のところでちょっとね、やっていきたいんですけど、じゃあ次に何やっていくのかってところをね、お見せしたいなってところ思ってるんですね。ではこっちめちゃくちゃ家でしょめちゃくちゃ家の中なんですよ。はい、っていう感じですね。こちらがなんですけども、ここが前にちょっとね、動画の中でお話ししてたことなんですけども、ここのところね、レンタルスペースって形でね、貸し出ししていこうかなというふうに思ってるってことが今ございましてですね、部屋の大きさとかでいうと6畳ぐらいのサイズ感のものにはなってきてるんですけど、歌舞伎地がね、1週間休んでるうちにちょっといろいろ買ってきてるわけですよ。すごいですね結構満載ですね。満載な感じでもあって、うん、こいつかは後で幼虫の部屋っていうか、はい、今事務室にあるところのやつをやるって、でこっちがここのシェルフっていう形でね、ちょっと作っていくようなところをね、ちょっとやりたいなというところを思っているところでもあります。そうしてところの、これの方がちょっとスタイリッシュでかっこいいですよ。っていうところもね、あったりとかもする。結構ね、メタルラックって形でやってると、ラックの段がやっぱ結構置けなかったっていうのが今まではちょっとあったので、それをまあ最大限置けるサイズにね、するにはどうしたらいいんだろうってところで考えて、今のこのスタイルってことにもなってきているので、そういったことを含めてで作っていきながら、でショップをね、どんどん作っていくってところの作業をね、今から取り掛かっていこうと思ってたりするんで、ただ今回に関しましては、ちょっと導入編ってところにはなってきてるんで、まあ、つなぎきて今から作業していくってところにはなっていくんですけど、それでね、含めてのカブトムシ、クワガタとかの様子ってこともお届けしたいですけど、今回から1ヶ月間に関しましては、このカブクワショップを作っていくまでの様子ってところをね、お届けしていきたいってこともありますんで、自分で作ってる様子みたいなことをね、ワクワクしながらね、見ていただければと思いますし、こんな風に本にしたらね、いいんじゃないかってことのコメントとかいただけると、私たちもね、取り入れれるなら取り入れたいってことを思っておりますんで、そんなこと含めてもコメントであったりいいねをね、いただければとね思いますんで、よろしくお願いいたします。それではですね、引き続き動画の方をご視聴の方よろしくお願いいたします。それでは